はい、皆さんこんにちは、ワーナルグルビジです。では今回は提督の決断という日本軍プレーの続きをやっていきたいと思います。ハワイ攻略戦続けていますので、まずはね、ハワイ攻略戦から見ていきたいと思います。まあ、主に空母と水上部隊、まあ、戦艦巡洋艦を中心にした攻撃戦を行う部隊に分けてですね、しっかりとハワイ攻略を見据えていきたいと思っています。でまずですね、戦艦部隊からハワイに、パールハーバーに、真珠湾に突入してもらいたいと思います。あとはですね、空母なんですけども、艦載機を見ておくと、航続距離ですね、いわゆる。今、昇格に乗っている、冷戦の2型、99の艦爆、97の艦攻と、まあ、すべて今、爆走にしてあります。攻撃隊に関しては。で、このうち航続距離はですね、冷戦の21型が8あるんですが、艦爆と艦攻に関しては5、まあ、約半分ぐらいしかないんで、艦爆艦攻がギリギリたどり着けるラインを目指して、空母の位置をね、決定していきたいというふうに思っています。なので、まず操作はね、そのようにして、各艦隊、動いてもらいたいと思います。まずは、南雲さんの昇格随格第4艦隊ですね。これをどこまで進出させるか、ここまで行った場合の空撃の範囲を確認しましょう。冷戦の21型だと十分あるんですが、救急の艦爆だとここか。となると、もう少し、離れられますよね。なので位置は、この位置ぐらいでどうだろう。確認します。冷戦の21型、救急の艦爆、ここがギリだね。ここにしましょう。同じような要領でね、他の空母も操作を行い、戦艦巡洋艦部隊は突入させていきます。では続いて呉の方ですね。ここはですね、今、艦隊としては、第12と第7の艦隊。これはいずれも、戦いの中で傷ついて、戦力がダウンしている艦隊なんですけども、これらの艦隊を統合してですね、厚島に向かってもらう部隊として再編を行っていきます。ここにはですね、艦隊戦力というよりかは、どちらかというと陸戦隊の運搬、これをね、主に担ってもらうという任務を割り当てていきます。代わりに今、厚島に展開している部隊を一度、違う作戦域にね、持っていきたいと思いますので、まあ、そのあたりもね、戦力再編という位置づけを考えています。で、厚島の方面ですね、今再編した第7、第12艦隊に代わって、この第13艦隊、第14艦隊をね、戻していきます。で、そのうち、まずは第14艦隊を戻します。で、第13艦隊は、第7艦隊の到着を待っていきます。で、この艦隊をどこに入れるかなんですが、一度トラックに入れたいな。トラックであれば、どの作戦域にもね、迅速に行動できますので、一度第14艦隊はトラックに入れます。で、ラバウル上枠の方なんですが、ここがね、少し心配の種、頭を悩ませる頭痛の種になってるんですけど、まず、このマダン、ここまでね、アメリカ軍に攻め込まれてます。次、上枠が攻撃されるわけなんですけども、ここの陸上部隊はですね、陸戦隊が2つ、陸軍の師団が2つ、このうち第21団に関しては兵力44まで削られています。残りの師団はまだ100残ってるので、これらの部隊でね、なんとか持ちこたえて、もらいたいかなというふうに思っています。で、ラバウルの方にも、まあ、敵の艦隊がね、波状攻撃を仕掛けてきていて、まあ、少しピンチではあるんですが、ここもまだね、2師団残ってますので、この2師団で防衛戦を展開していきたいというふうに思っています。では、これで時間を進めていきましょう。戦闘命令フェーズですね。
じゃあちょっとラバウル今映ってるので、ここから指示を出していきましょう。ラバウルですね。まあ、まずは航空隊による索敵。敵艦隊発見。これは艦影録。第17艦隊だな。この17艦隊というのは、イギリス軍の艦隊ですね。空母2隻を撃沈したものの戦艦が残っているはず。で、戦艦に砲撃を受けたら、たまったもんじゃないな。索敵をもう2度3度繰り返しておきます。敵艦隊いないようであれば、空撃を行っていきましょう。ここまで接近されたか。気づかなかったな。前期出撃。空母はいないので、敵にね。空母はいないので、前期出撃です。上枠は雨、雷、嵐。よって出撃は愚か、索敵もできないですね。戦艦の砲撃を受けたら壊滅するな、ラバルが。先に先制しないと怖いですね。続いて、ハワイ真珠湾攻撃。こっちを見ていきましょう。指示を出していきます。第4艦隊。ここは空撃を行っていきましょう。一応索敵をね、行いますが、雨。よって空撃もできない。そういうことね。第5艦隊も同じですね。位置的に。そうですね。では、まずは戦艦部隊がね、ま、おとりというわけではないですが、ハワイに砲撃を仕掛けてもらいます。ここも索敵ができれば索敵をしたいんで、行動力、余ってるのがあんまりいないな。行動力に余りがあれば、索敵を行いましょう。一回でもいい索敵はしよう。敵艦隊発見です。またこの索敵の精度もね、一回やっていなかったからといって、いないというものでもないですからね。で、第9艦隊、まだ、ミッドウェイの、ハワイに近づいてませんけども、第9艦隊には陸戦隊乗ってますので、この陸戦隊はね、とどめを刺し、ハワイを制圧する。そのために使っていきます。第8艦隊にも陸戦隊乗ってますけど、まずはね、敵艦隊発見。これは第4艦隊。第4艦隊って、戦力をちょっと見ておきますか？駆逐1。従順1、駆逐2か。これは、戦力としては大したことないですが、仕留められるかどうかっていうと、ちょっとこの戦力だと心配ですね。では、攻撃の指示を出しておきます。はい。では、これで時間を進めていきましょう。ラバウルの方が心配だな。日本軍第6艦隊に敵基地航空隊接近。これ、第6艦隊は被害担当艦隊という位置づけで、先行してもらってるんで、まあ、しょうがないですね。軽巡ながら駆逐艦アサシオが撃沈されてます。その他中小派多数、まあ被害担当艦隊である第6艦隊で終わってくれればいいんですが、長引くと思いもよらないことが起きかねないので、早めにね潰しましょう。でイギリス軍の戦艦部隊にラバルの航空隊、これは戦艦を最低3隻沈めてほしいな。150機による航空攻撃。中波止まり。雷装に変えておいてもよかったかもしれないですね。今更次郎だな。ここも戦艦し、伊勢、航空戦艦ですね、伊勢は。勝破してます。で、こっからは敵の基地攻撃、攻撃戦です。ハワイには4個師団入ってるという報告でしたね、今。駆逐艦海風が撃沈。相手への被害も、まあ、それなりですね。
続いて第8艦隊の砲撃。おやしよ、時津風が撃沈されてる。その割に与えたダメージは少ないな。で、圧倒ですね。まあ、ここは、味方の陸戦隊が到着するまで待ちましょう。はい、移動メールフェーズ戻ってきました。ラマウルの方なんですけども、もう忘れないうちに完走します。雷槽に変える。そうしないと、戦艦は撃沈できない。すべて雷槽に変更。これで次のターン攻撃を仕掛けます。同じく上枠の方もですね、完走します。で、注意しておかなきゃいけないのが、上枠の陸戦部隊なんですけども、アメリカ軍の第12海兵隊は壊滅させました。なので、上枠の戦力ですね、陸上部隊、これでしのぎきれそうです。このまま。ただ第4師団がね、これ、いなくなってしまうと、陸軍の第21師団だけになってしまうので、ここはね、何としても陸軍にも残ってもらって、4師団で戦う。まあそういう方向性でいきたいと思います。で、続いてですね、呉の方ですが、ここは圧倒攻略のために、陸戦隊を乗せていきます。第7艦隊。ここに、陸戦隊を乗せましょう。第2陸戦隊を。第7艦隊に乗せて、その上で、第7艦隊は、圧倒の制圧に向かってもらいましょう。これで圧倒が取れれば、任務は完了かな。続いてハワイですね。ここが心配の種なんですが、空母は位置そのまま。戦艦従順部隊の突入をこのまま行っていきましょう。雨があとは心配かな。空撃の位置を確認しておくのを直縁曲げておこう。まあ、ここまで殺到されることはない想定ですが、直縁。昇格、随格はもうすでに直縁上げてます。空撃の範囲を確認。艦爆、入ってるね。ただちょっと心配なので、少しだけずらしましょう。これで確実。同じことが多分第3艦隊にも言えると思うんですけど、第3艦隊は、こう言ってはなんですけど、戦力的にはね、あまり期待はしていない戦力にはなります。では残りの戦力、このまま進めていきましょう。ハワイ基地潜入のスパイより入電。敵艦隊入港。これはさっき言った第4艦隊かな。そうだね。巡洋艦1、駆逐艦2。これはアメリカ軍の第4艦隊と思われます。艦隊を沈めるか、基地攻撃を優先するか。まあ艦隊といっても大した艦隊ではないので、ここは基地攻撃を優先しましょう。では、索敵を行った後、各艦から空撃隊を出していきます。空母は艦載機を発艦。戦艦従順は砲撃の指示を出してあります。続いて、ラバウルに肉薄してきているイギリス軍の第17艦隊ですね。これを見つけ出して壊滅させましょう。雷槽に変えてありますので、雨のため、マジか、航空機の使用ができない。いや、これは嫌な予感がするぞ。上枠の方から、索敵機をと、雨のため、
上は雲か。いや、これラバウル、まずいことになるな。あんだけの数の戦艦に砲撃を受けたら、ラバウルが落とされる可能性ありますね。そうか。雨か。今更だけど。急いで潜水艦をラバウルの近くに移動させよう。いや、150機航空機あれば次のターンでイギリス軍の艦隊を壊滅できると思ったんですけど、雨でしたね。では戦闘命令フェーズ終了します。心配なラバル大丈夫かな。戦艦確か5世紀とかでしたよね。戦艦5世紀ともなると相当の基地戦力が削られてしまうな。ハワイの敵基地航空隊からと敵機来襲、これは第6艦隊ですね。まあ被害担当艦順鈴谷が撃沈されてます。ここからは味方の航空攻撃ですね。ちょっと待ってね、爆撃機がゼロになってる。これ届いてないのかな。いや、届いてるね。爆撃機68、さっきのはごめんなさい、空戦ですね。護衛機、味方の護衛機とハワイ基地の直縁の交戦ですね。味方の損害15、未帰還で第9海兵隊47削ってます。で、2個師団いなくなってるってことは、おそらく敵の艦隊に乗りましたね。これは後期だな。削っていきましょう。よし、どんどこ削ってる。このまま削り切ればハワイが陥落できる。続いてヒリエ総流、未帰還が3で、第9海兵隊は壊滅させた。あとはアメリカ陸軍の第2師団ですね。これを壊滅させれば取れるな。うまくすれば次のターンで削り切れるかもしれませんね。心配なのがラバウルだな。ラバウルとハワイを引き換えにするってあんまりシャレにならないですよね。これで残り8、第2飛行場破壊しちゃったね。次はマニュアル操作を行って第1飛行場を残した状態で制圧に向かいましょう。イギリス軍がね、引き下がってくれればいいんですけどね。ここよ、ラバウル基地に敵艦隊。戦艦号101、被害は航空機131喪失。いや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 、航空機131喪失、目を疑う結果だな。いやー、航空機131喪失か。ほぼ焼き払われた感じだな。これ撃退するのかなり大変そうですね。お、ハワイ攻略しましたね。ハワイが取れた。が、ラバウルが危ない。これラバウル、救援に向かっても間に合わなそうですよね。
ちょっとバッドなニュースとグッドなニュースがそれぞれ入ってきましたね。まずは、冷戦の52型、これの開発完了。あとは、干爆の彗星、観光の天山、海上偵察機の随雲が開発に成功ですね。これ、次、生産ラインに切り替えていきましょう。で、ミッドウェイとハワイの飛行場が即時使えるようになりましたね。おぉ、これは攻略のタイミングがすごく良かった。これ、月またぎで7月の1日に攻略完了すると1ヶ月間ハワイの飛行場を使えないっていうね、そういうことにもなりましたからね。では、大本営会議、始めていきましょう。ラバウルの方に空母機動部隊を差し向けましょう。それで、なんとか、奪われた場合には奪還ということですね。では、外交から見ていきます。まあ、外交はいつもと同じですね。これ、外務大臣と同じだな、内容的には。アメリカとは事務レベル。イギリスとも事務レベル。オランダとも事務レベル。オーストラリアとも事務レベル。ソ連とは援助協定。中国とは講和。まあ、うまくいかないとは思うんですけど、タイ遊び行きたいな。ドイツも事務レベルですね。つまり、外務大臣と同じ意見です。では、自分の意見を通していきます。では提案2つ出てます。決を取っていきましょう。総理大臣、外務大臣、あとは軍令部総長、まあ、ここは残念ながらソ連対ドイツと事務会談レベル会合に落ちました、まあ、ここはあまり使わずですね、取りたいのは予算なので、我慢しましょう。ミッドウェイ島の攻略は完了してますので、ここはですね、この作戦、継続でポートモレスビーと受刑攻略に専念しましょう。ここよ、予算。この予算を絶対に取りたい。参謀総長はやっぱり陸軍寄りですよね。これ、陸軍費1万7000に対して海軍8000。大倉は9000ですね。外務も9000。さて、私ですが、軍令部総長としては、海軍費は2万、最低ね。はい、そしたら私はですね、海軍費1万5000、技術開発費に1万5000を投じます。これが通れば、御の字かな。これを通すために、今まではだんまりを決め込んでたので、ここであらゆるカードを切っていきましょう。まずは、裏取引。これで大倉大臣を取った。総理大臣も取った。参謀総長は拒否。外務大臣と参謀総長が拒否ですね。6分延長された。ここはできるだけ時間を早く潰したいんだけどな。裏取引のカードを切るのが早かったかな。ここは説得工作を行う。いや、談判だな。大倉大臣に談判する。よし。これで大倉大臣も取り込んだ。あとは、直談判して、なんとか取りたい。軍令部総長の提案に従う。よし、これで票の取りまとめはできたかな。勝てる。参謀総長、そして自分、大倉総理。よし、4票取ったね。このためにね、だんまりここまでしてたので、御の字ですね。では、技術費の割り振りしていきます。
まずは情報技術ですね。スパイ活動の成否に関わる部分、まあ、ここは1000、100、いや1000だな。感染技術、これはですね、修理建造日数を短くできます。さらに魚雷の命中率も上がる。これはちょっと上げておきたいよね。3000ぐらい。航空機、これに1万を投じる。ちょっと1万投じたら何にも残んないわ。7000、まあ、これはそのまんまですね。航空機の開発が可能になりますと。さらに命中判定も変わる。兵器は2000。兵器は各種兵器の命中率が上がりますと。で、最後工業ですね。工業は徴兵できる手段の数が増えますと。なので、これも2000振っておきます。これでいこう。航空市場主義。7000という約半分の予算をつぎ込みました。で、次、物資配分ですね。物資配分もまあ総理と同じぐらいの金額振っておきましょう。では物資配分も決戦投票ですね。グネプ総長が3票取りましたね。 OK だ。これで2万1000という、大きな物資を海軍の方に引っ張っていきました。で、最後、徴兵ですね。総理大臣は海軍に3、陸軍に2。参謀総長は3、3。大倉が1、0。外務が2、1。いや、ここは3、3よ。今、戦時中だから。3、3。むしろ3、3でも足りないぐらいだよね。ハワイ防衛しつつ、ミッドウェームにも。手段を置いてってなると。では決です。自分の意見には総参謀長、軍令部総長、大倉大臣、3人が取ってくれましたね。 OK だ。これで3個海軍の方に手段入ってきます。で、この後兵器の生産ですね。ラマウルの方が心配で心配でしょうがないけど、まず今回はもう航空機ですね。ラマウルで、なんといっても100機以上の航空機を失いましたからね。まずは冷戦の21型から冷戦の52型にラインを切り替えましょう。21型を止めて52型を、そうだな、200機、さらに、水星、これを新しく生産のラインに乗せましょう。200で、あとは天山、これも200。250ぐらい作る。これでいきましょうか。で、水艇の予備数が少ないので、これも随雲に変えましょう。30強度。で、あとは、そうだな、新型ガンの設計。空。戦闘機。あとは、航空機の新型機。そうすると予算を余らせてもしょうがないので、一式の立候を残り作りましょう。予備数が全然ないな。さらに失ったからね、ラバールで。ではこれで終了していきます。615を作りますね。で、スパイは
まあ、ハワイにもう置いておく必要はないので、サンフランシスコとロサンゼルス、あとはサイパン、この辺りか、ポートモレスビー、ポートモレスビーだな。ラバウル、守るっていう意味だと、ガダルカナルでもいいんですけど、ちょっと守るのが厳しそうですからね。残念ながら。はい。というところで、ハワイ攻略完了しましたので、一旦ここまでにさせていただいてですね、続きは次回プレイしていきたいと思いますが、ラバウルですね。これは陥落を覚悟した方が良さそうです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。